はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。7月30日木曜日、今日はね、本来であれば、亀山花火大会というね、空手のねビッグイベントが、行われるね日だったんですけれども、コロナの影響で、中止になりまして、何もイベントがないね日となりました。本来だったらね、確実に超炸裂をね、見込めてね、7月の後半の追い込みでブワンと行けるね、大事な一日だったんですけれども、何もありません今日は、そんな中ね、今日も頑張ってお弁当を、売ってまいりました。で、今日ね完全にね梅雨が明けておりまして、もうピーカンでしたね外は、もう夏空暑かったですね。まあでもねそんな中ね、お弁当を作ってたら、某市議会議員さんがね、お弁当をね2個買ってくださって、その後ね、さらにねお弁当の準備をしてたら、私のね安岡の同級生でもありね親友でもある、下関をね代表する政治経済評論家のね村田先生のね、下関をね下関の最高学府西高の語学友であらせられる庭師のね、庭師さんがいつもねフェイスブック見てるよって見ててね弁当が気になってたと。おっしゃってくださって、わざわざね汗だくで現場から移動してきてくれてね車で、もうなんか庭のね、カットした後でもう木っていうのかな芝っていうのかな軽トラのね荷台にボンとね、山積みにされてましたね、で汗だくの中ねお弁当2個買ってくださってね本当にねありがとうございましたね。ダブル西高、西高の、お二人がね前半戦ポンポンと4個買ってくださって今日も、当然ね、超弱気雨季巻きモードね継続してましたので、10個しかね作ってなかったんでもういきなりこの時点でね、残り6個ですでこっから、また外売りしてたらねポンポンポンと、売れましてね、最後にね、いつもね応援してくれてるねマダムが、買ってくださり完売という形になりまして、でその直後にね、お弁当ありますかというね、お客様が何人も来られてね、あ、これ普通にもうちょっとお弁当があったら20個は売れたなというようなね感じで、完全にね梅雨が明けたらねお弁当のねお客様がね戻ってこられましたね、いろいろね、思い悩んだ日々が続きましたけれどもね、お弁当のね販売が不振でどんどん、作るね数もね減らしてきまして、最終的にね10個まで落ち込みました。で今日のね、夜、ご来店くださったね、大好きなねハイパーデラベッピンちゃんがね、おっしゃってましたけれども、まあ単純にお弁当がね、販売が減ってたのはね、お天気のせいであろうと、トリマン弁当のねクオリティというかね、についてはね何の問題もないと、飽きられてもないとね、おっしゃってくださったので、いろいろ悩みましたけれどもね、ハイパーデラペッピンちゃんが言うんだったら間違いないということでですね、トリマン弁当は悪くなかったと、結論をね付けたいと思いますと、単純にね、長梅雨のね影響でお弁当が、売れませんでしたというかね、お客様がね外に出てこなかっただけだという、結論をいただきましたのでね、それを採用して、お弁当ね
明日が 最終日になりますね。4月7日からね、一年発起して、もうこのままじゃね、夜の売り上げがどん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 なくなっていく中、このままじゃね、もう立ち行かないということでね、一年発起して、お弁当やるぞとということでね、販売をね開始して、まあ、最初は、前日予約ねだけで、もう完全に、Facebook のね、告知だけで、お客様にね予約をいただいて販売してた形がね前半戦で、もう前半戦でねある程度前日予約もね減ってきて、まあ、このままじゃらちがあかんということで、外売りを始めて、まあ、そこからねもうずっともう外売りがメインで、もう前日予約もねほとんど、あまりなくて、まあ、たまにね、ポンとあった時は、記録更新みたいなね日もありましたけれども、基本的にもう5月ぐらいからかなはもう外売りがメイン事業としてねお弁当販売を、してきましたけれどもね、感慨深いですね。とうとうね明日でファイナルを迎えることになりました。なんかね最初はねもう2ヶ月ぐらいでぶっ倒れるかなと思いきやね、もう倍持ちましたねまさかのね、4ヶ月自分でもねよく体が持ったなと、本当に丈夫なね体にね産んでくださったね、両親にただただ感謝の日々が続いておりました。本当にありがとうございますね。まあ何個か前の動画でもね、流してましたけれども、一瞬ね痛風疑惑がありましたけれども、ちゃんと血液検査をねした結果どこも悪くないと、中性脂肪がながちょっと高いぐらいで、あとはね何の問題もありませんでしたというね結果が出まして、これだけね体を酷使しても、41歳に今年なるね初老ボディですけれども、めちゃめちゃタフでしたというねいう、結果がねちゃんと、専門のねお医者さんからねいただきましたのでね、丈夫だったんだなと、一安心しておりますと。はい。でね、夜の営業ですけれどもね、前半ね結構パラパラとね、ご家族連れとか、常連さんとかがねご来店くださって、まあ今日もね、下関ねコロナ自粛モードがね漂いまくりの中、結構ねあの前半はなんか意外とご来店くださったお客様もねおっしゃってましたけど、あれ今日結構意外といるねってね、言われてましたけれども、結構地元と、内需と外需ね県外からのお客様もね何人か何組か、ご来店いただきました。で、通常営業をしている中、明日のねお弁当ファイナルということをね、まあこの YouTube を見てなのか、ブログを見てなのか、まあ多分 YouTube だと思いますけれども、明日がね、お弁当ファイナルということで、ね、うちのねトイラの先輩がね弓道部の先輩ね、一応私弓道部に半年間はね所属しておりました、ね、の当時のキャプテンがね、お電話というか、LINE くださって、予約をね頼むと、最終日予約をいただきましたね。あと明日はね、いつもね応援してくださるタクシー運転手のね、方がねお母さんのところにあのお弁当をね、持って行ってあげるということで、2個ねご予約いただいて、で夜ねご来店くださったね大好きなハイパーデラベピンちゃんがね最終日ということで、今日ご来店いただいた上にね、明日もお弁当ね予約してくださるということなんでね、大変ね嬉しい限りでございますとね、いつもね、
応援ありがとうございます、ね、ボーナスも入ったということなので今度ねご飯に行きましょう。よろしくお願いいたします。はい、ということで意外とね後半伸びてね、まあ、夜じゃないわ昼の、お弁当のね売り上げを足して、カツカツね、まあ、白星という形で、終えたのですけれども、まあ、本来であればね、亀山花火大会というね、夏のビッグイベント、まあ、本当のビッグイベントっていうか、まあ、1年で一番忙しいのは8月13日の海峡花火大会なんですけれども、その前哨戦というね、位置でね毎年、このね亀山花火大会をねもう、目安で、として海峡花火大会にね向け準備をしてとか、まあ、こんな感じだろうなっていうシミュレーションにもね役立たせるイベントなんですけれども、なかったのでね、コロナ禍ということでもう早々と中止が発表されておりましたので、あー寂しいなーって思ってたらね、営業中ねパーンパーンとね花火が上がりまして、あーと、まあどこにも問い合わせてもないし、あの詳しい人にも聞いてないので、まあ憶測なんですけれども、まあ亀山花火大会がね完全になくなるのはねもう野放しいということでね、まあどなたかがね、まあ地域の方かな、それか亀山さんなのかはよく分かりませんけれどもね、まあ5分か10分か、まあそんなに長くはなかったですけれども、立派な花火がね、打ち上げられておりまして、あなんか亀山花火大会はねなかったけれども、あ花火はあったんだなと、まあ営業してたんでね全然見れませんでしたけれどもね、なんかなかなか粋なことをねされる人がいるなと思ってね、下関素敵やんと思いながらですね、ほっこりしておりましたとね。まあ売り上げはねまあ半分ぐらいかな、去年の半分以下になりましたね。去年並みの売り上げがあったらね、前年アップもね、いけたかもしれませんけども、まあ、そもそも論がね、先週のね4連休でこけたのでもう終了しておりましたので、まあ、この夏のイベントがねあまり関係ないっていう感じで、もう早々と、前年割れがね確定しておりましたのでね、悔しいなと。っていうことですね。ぼやきばっかりですけどね。4連休こけたのは本当に痛かったなっていうのと、まあ、あとね、ちょっと梅雨がね、もう1週間前にね、終わってればまたちょっと違ったかなっていう感じですよね。まあ、あとは致命的なのは、まあ、まあ報道でもあった通りのコロナがね、感染者が下関で連発しましたっていうのと、まあ、非公式ですけれどもね、またこれまあいろいろありましたっていうので、まあ完全にね、下関市民の中でね、自粛モードはね完全にね、もう根付いてしまったという形ですかね。はい、でまあ今日が最後だラストだったかな、下関の美味しいお守ろうみたいなね、クラウドファンディングがね行われておりましたけれども、ちょっとね最後結果を見たら、本来1000万目標だったみたいなんですけれども、500万ちょっとね集まっておりました、まあ、これを、申し込んだ、加盟店というかねで、全員で割るという形なんで、おいくらぐらいなのかな、もう1万5000ぐらいかな1店舗。まあでもそれでもね本当に非常に助かりますのでね、クラウドファンディングにねご応募いただいた、市民の皆様というか、まあ、県外の方も応募できるのかな、というわけでねクラウドファンディングに応募してくださったね有志の皆様、本当にありがとうございます、
ね、本当に助かります。本当にありがとうございました。というわけで、残すところ、7月のね営業も7月31日のね、金曜日花金ですね、ファイナルとなります。でお弁当も、明日で最後となりますので、まあちょっとね、前日予約でね9個いただいてるんで、久々にね20個分用意してね、販売しようかなと思っております。もう今日というかね、まあ昼にね、まあ明日の分のね、仕入れをするわけですけれども、昼の時点ではね、まあそんなに伸びると思ってなかったので、まあ今日はちょっと足らなかったから、今日より増やして、まあ15個ぐらいでいいかなって思ったんですけどね、まさかの前日予約をねいただけるとは思ってなかったんでね、材料が足りるかなと思いながら、ちょっとさっきね追加というか、明日のね準備をして、おかずをね、作って、用意したわけなんですけれども、ただいまの時刻、午前、2時55分をお送りいたします。ピー、はい、という時間帯なんですけれども、どうやろうね、足りるかな、もしかしたら足らないかもしれないんで、まあ明日急遽ね、なんか適当に作って、お弁当のスペースをね埋めたいと思います。まあ多分足りると思うんでね、問題ないと思うんですけれども、さあ本当に最後となりますんで、なんかねもう、明日がねなんか土曜日な感じの気分なんですけどね、明日金曜日なんですよね、ちょっと勘違いしないようにしないといけないなと思っています。で、まあ、明日で終わりなんで、8月の1日土曜日ね、朝ゆっくりできるということでね、どんな感じかなと思って、まあ自然とね今まで4ヶ月続けてきたね習慣がありますからね、意外とね目がパッと覚めるのかもしれませんね、何がしたいかなと午前中ね、思ったらね、とりあえずね、やってんのかな土曜日は、磯奥整骨院様でね、全身ね、治療してほしいですねちょっとね、まあ血液検査で内臓はね問題なかったんですけれども、体のね、ボディはねバキバキ言っておりますのでね、ちょっと動ける体にしてほしいなと思っとる次第でございます。とで、まあ、8月はねあとはね歯医者に行ったりとか、まあ、事故でね、いろいろダメージ食らってた、治療をね続きをね蚊が飛んでおります、引き続き、真面目に通うね、忙しい時はね行けなかったんで、ちょっと午前中が空くんで、時間をね許す限りね、通っていきたいなと思っとる次第でございます。とで、まあ、あとは、8月は毎年として、下半期のね9月以降の戦略をまたしっかりとね練っていきたいと思っておりますので、まあその辺かな、はい、そんな感じになっております。はい、予約をください。083-232-1619、祝トリマンチャンネルね50人達成しておりますと。で今のところね59名のね方にチャンネル登録していただいておりますので、残りお一人でね、とりあえず大台のね、ここの10の位が変わりますからね、大台の60人ね、となりますのでね、楽しみにしておりますので、最後のお一人ポチリとね押していただいたら大変嬉しく思いますと。でね、今日はね、YouTube のねデータを見てたら、何個前かな、2個前の動画がねまたちょっとプチバズりしてまして、今の時点でね200再生ね突破しましたので、結構ねバーッと上がってたんで、またなんか関連動画に載ったんでしょうね。まあこれがね毎日動画の何ちゅうかな醍醐味というかね、なんか毎日動画をして、まあ、10分以上の長い動画を撮ると、まあ、YouTube 様に好かれやすいらしいんで
なんかそういう関連動画にも、乗りやすいみたいなね、お話をね、ちょっと勉強して、これね本当に誠なのかどうかはよくわからないですけど、まあ多分本当なのだと思うんですけれども、うん、そういう仕様になってるっぽいので、まあそういう恩恵がねあるんだなっていうのを、まあ実際ね自分で体験しながら、ああこういうことかと思いながらね、まあ、内容としてはそんなにね、毎日投稿どれを撮ってもね、まあ、そんなに、大差はないと思いますので、うん、特別いい、このバズったのが特別いい動画だったっていうわけでもないでしょうけども、まあそういうのがね、あるんで楽しみですよね。まあなんかその再生回数もそうですけど、視聴者何やったか維持率やったかな、うん、まあ視聴率みたいな感じかな、どれぐらいの長さ、視聴者の方が見られてるかっていうそのパーセンテージかな、いうのは出るデータがあるんですけれども、まあ、そういうのをね見ながらやってるとね、本当大変ちょっと興味深いというかね、面白いので、まあ、YouTube 面白いなと思いながらね、まだ引き続きね楽しんでやっておりますので、皆様もね、よかったら、見ていただけたらと思います。まあ、なるべくね毎日投稿、まあ、なるべくというか、まあ必ずというかね、まあやっていき、やる。ていきたいとね思っておりますのでね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。でね、いいねボタンもね押していただけるとね、こうやって動画がね拡散とかしますのでね、広まっていろんな方にね、のお目にかかることになりますので、いいねボタンも押していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、それではね、7月、ファイナル営業ね、明日迫っておりますけれどもね、はい、ちょっと帰ってね動画アップしてから、ちょっとね黄昏ながら寝たいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。はい、終わります。バイバイ。